100年前も今もね、そんなにもしかしたら時代の空気感って変わってないのかもしれないなと思ってて、じゃあこの時代に女性が声を上げましたけれども、今じゃあ女性でも男性でもいいんですけど、そんなにすごく何かに疑問を持った時に声を上げられるかって言ったら、やっぱりなんだろうな、いろんな圧力があってなかなか声を上げられないっていうことは、なんかあんまり変わってないんじゃないかなっていう気もしていて、そういう意味じゃ100年前の出来事なんですけど、割と今ともつながるというか、あんまり変わってないだけにという気はしますよね。やっぱり作った私たち、僕ら自身も伊藤野枝っていう人に触れてみて、なんていうか、ね、みんなそんなに声を上げる強い人って世の中にいないわけで、やっぱり大体は黙っちゃう人が、僕もそうですしね、そうなんだけど、でもこういう言い方を見ると、まあ、ちょっとは、ね、意識的に声を上げてもいいんじゃないかっていうふうに僕も思ったし、なんか見ていただいた方々がちょっとだけでもそういうことを感じてもらえればね、なんか作った意義があるんじゃないかなというふうに思います。